こんにちは。こんにちは。中澤潤さん。はい。質問があります。その前にここ、熱田神社です。熱田神社でございます。名古屋市の有名なパワースポット、熱田神社に来ております。勝利の神様ですよね。ね。はい。ということで、その勝利にまつわる質問です。はい。今度の K1、6月30日ですよね、はいはい、ルキアとゲオ・ウィラサクレック選手が対戦しますが、どちらの選手が勝利すると思いますか？はい、そうですね、僕はゲオが勝つと思っております。それは何でですか？やはりルキア選手、派手な技と一撃はすごく持ってて、めちゃくちゃ、魅力的な選手なんですけど、まだっていうと何様だって話なんですけど、ラウンド通しての戦い方が安定してないような気がします。前回、佐々木大蔵選手との試合の時とかも、なかなかね、やっぱ1ラウンド目にダウンを取って、その後やっぱ苦戦をしてしまったっていうところがあるんですけど、やっぱり、ね、ラウンド通してのスタミナ配分っていうところで おいては間違いなくゲオは上手いと思いますね。やっぱり、ね、ゴンナパー選手にも負けてる経験もあるんで、ゲオも多分今回プライドをかけてしっかりと連勝してくると思うんですよね。ゴンナパーが勝ったやつに負けられないっていうのもあると思うので、というところでね、本気になったゲオが来るとゲオが勝つと思いますね。はい。ただ一瞬の隙があってゲオが練習してなかったら、普通にルキア君が勝つと思っております。ちなみにゲオが勝つとしたらどういう展開になると思いますか？左ストレートを当てると思いますね。あのパンチで詰めてって、パンチで詰め、あのステップインの速さ使ってくると思います。余裕見せといていきなり入ってくるんじゃないかなと思いますね。あのルキア選手はもちろんその右構えでも強いと思うんですけど、オーソドックスからスイッチもできるわけで、そのスイッチした時、左構えにした時どうでしょう、ゲオ選手は対応できますかね？多分ゲオ選手は多分戦績100とか200戦ぐらいやってると思うんで、サスポーの選手がどうのこうのっていう感覚はあまりないと思いますね、正直言って。ルキア君はまだ10戦10何戦だと思う、20戦以内だと思うんで、対オーソドックスの選手に対してサウスポーをするのはできると思うんですけど、サウスポーに対してサウスポーをした時に逆にルキア君が自分の首を絞めてしまうことになってしまう可能性もあると思うんですよね。サウスポーに対してサウスポーが辛い、サウスポーに対してサウスポーの方がより距離は近づいちゃうんで、ゲオ身長ちっちゃいんで近づいた方が今回はパンチ当てられると思うんですよね。サウスポーになってれば右フック当ててくると思います。ありがとうございます。参考になります。そしてこの木がでかいでかい。大和哲也選手、はい、質問があります。おそす。今度の K1 でルキア選手とゲオ選手が対戦しますが、どっちが勝つと思いますか？まあでもゲイオなら、ルキア選手の攻撃を見切るかなと思うけど、勢いがあるからな、ゲオ選手も。あゲイオは安定感の人だけど、ルキア選手はどうそのリズムを崩せるんでしょうね。そうっすね。結論的にはどっちが勝つと思いますか？ゲオに勝ってほしい。ゲオに勝ってほしい。それはなぜですか？俺がゲオが出てもらうから。リベンジしたいってことですね。です。アベンジ。アベンジ。アベンジャーです。ゲオが勝つならないで勝つ。まあ、ゲオは違う、判定が勝つ。技はそうやね、ま、技勝つ、技フィニッシュブロー。展開左ストレート。左ストレートミルク適当。どっちが言ってるじゃん。ルキアがもし勝つとしたらワンパン適当想像つかもんな。え、想像がつかそこそこつかない。この間言ってたでしょ、自分で。
ルキア対ゲイの話、この間のトークのやつで。あー、まあ経験が違うんだやっぱりゲイと経験の経験という風に見るとやっぱり23戦したら4戦5戦6戦分からんけど浅いっすよっていうね。乗ってるな。これ使えないっすね。これ使えるよね、かっちゃんね。いやいや